性変化は、カトリック教会のミサや性教会の生態礼儀において、パンとドウ酒がイエス・キリストの体に変化すること。カトリック教会のミサにおいて、司教・司祭がパンとドウ酒を性別するとき、パンの全実態は、キリストの体の実態に、ドウ酒の全実態はその地の実態に変化すると、されている。これは、福音書に記されている感謝の祈りを捧げて、 それを先、これは、あなたがのための私の体である。私の記念として、このように行いなさいと言われました。また、食事の後で、酒も、同じようにして、この酒は、私の地によって建てられる、新しい契約である。飲むたびに、私の記念として、このように行いなさいと言われました。日本聖書協会、聖書新共同役。 コリントンの信徒への手紙111章24から25節というイエス・キリストの言葉を根拠としているものでカトリック教会では常にこれをパンブドウ酒の形をしてキリストがそこにおられるという意味に理解し信じてきたこの時キリストの実体とは体と血と霊魂を含む人生と三位一体の神聖との実体のすべてを指すこの定義は 第4ラテラン公会議及びトリエント公会議で公式に認められた。最後の晩餐性変化について、カトリック教会ではアリストテレス哲学による定義を用い、事物は実体と多摩性からなり、実体それ自体は概念的なものであって、多摩性を伴って初めて存在するとする。従って、性変化後のパンと武道酒は多摩性、すなわちそれらの外観や、 科学的な蘇生は変わらずとも、実体は変化したと考える。そして実体は概念であるがゆえに不可し、不可色なものであると説明する、実体変化説。これに対して、妥協派や、非キリスト教徒から批判されることがあり、特に宗教改革以降、プロテスタント諸派では、パンと葡萄酒が、本当に、キリストの体に変わるわけではなく、単なるシンボルに過ぎないと考えたが、 カトリック教会はトリエント公会議での議論によって改めてこれを否定し現代に至っている。この概念としての実態変化の有無に対する見解の相違あるいは批判はカトリック神学と他教派の神学における生産論の違いであると言えよう。ベネディクト16世史式によるミサトリエント公会議は次のように宣言している。正教会の機密の一つである。 生体機密は生体礼儀において行われる。パンと武道種が生体血に変わる、性変化についての定式は半然としないが、生体礼儀から派遣されて、この世での日常を生きた我々の生活がパンと武道種として捧げられている、このダイナミズムこそが性変化の動力であるという見方もできる。生体欠の扱い方に関する取り決めはある。 関係の範囲で言えば、生体血のかけらが落ちた場合には、手で拾わずに口で直接に生体血を拾う。絨毯に生体血をこぼした場合には、誤って踏んでしまわないためにこぼした箇所を切り抜いて焼いてしまう。ありがとうございます。